当にあと残り1ヶ月なんですよ僕たち。で、言わない方がいいよね、寂しくなるから。ただすごいそれを実感してしまっちゃったっていう。ブルベース365日をあなたと過ごせたら、思い通りにいかない日があっても、それすら幸せと呼びたい。暗闇に慣れてしまわないで、悲しみにも怯えないで、長い夜を越えて散らばった。僕ずっとブルームやめたかった。光に変えた。